ダビデを逃がすミカル。ミカルは古代イスラエル王国の初代の王、サウルの次女でダビデ王の妻である。サウルは長女メラブをダビデに与えるという約束を果たさず、ミカルの方をダビデと結婚させようとしたが、その上さらに条件をつけた。ペリシテ人との戦争の中で、ペリシテ人の死体から火の川100枚を獲得するというものであったが、 これはダビデを戦死させて抹殺する策略であった。戦争でペリシテ人の火の川100枚の獲得を果たして、ダビデはミカルを妻にした。しかし、サウルはダビデを資格によって抹殺しようとした。ミカルは起点を利かした行動で、サウルが放った死角からダビデを逃れさせた。しかし、ダビデが逃亡している間に、サウルはパルティエルにミカルを嫁がせた。 サウル王の死後、アブネルがダビデと取引をしようとしたとき、ダビデは、イシュボシェトに、ミカルを返すことを要求し実行させた。サウル王の戦死によって、ペリシテ人に奪われていた主の箱がエルサレムに、運び込まれたとき、ダビデは、力の限り、喜びを取った。それを見たミカルはダビデを軽蔑した。それゆえに、ミカルには死ぬまで子供が授からなかった。 サムエル記上18章20節から29節、サムエル記上19章11節から17節、サムエル記二25章44節、サムエル記下3章14節から16節、サムエル記下6章12節から23節。ありがとうございます。